さあラオスの首都ビエンチャンですが、今日は皆さんには大変珍しい、まあこれは博物館というのかな、展示をご覧いただきます。今来ているところがですね、そうですね、ラオスのいわゆるバックパッカーなんかが集う中心街から、歩くと30分ぐらいですかね、自転車なら5分10分の世界ですが、ここに大型の韓国からの観光バスなんかが止まってたりなんかして、まあ、ある種の観光名所になってます。この施設自体はですね、ミニストリーオブヘルス、まあ、ラオスの厚生労働省みたいなものですかね、厚生省ですかね、センターオブメディカルリハビリテーション、まあ、医療リハビリテーションのセンター、この中にですね、観光バスで人が乗りつけるような、まあ、いわゆる展示施設があるんです。まあ、もともとは、そうですね、ベトナムにも戦争博物館といって、中の展示物を見ると、かなり日本の、NGO などが翻訳を手伝ってるせいか、ちょっとまあかなり思想的な反米色の強い施設があるんですが、まあ、いわゆる反ベトナム戦争のための、まあ、展示品を集めたものですが、ここもね、似たような趣旨ではあるんですけども、もっとシンプルにですね、いわゆるクラスター爆弾というのがどういうものなのかということを、義足義手、それを通じて訴えかける、そういう施設になってます。いや、世界にいろんな博物館ありますけれども、義手義足に特化した博物館というのはここぐらいしかないんじゃないかと思いますね。じゃあ中見てみましょう。コープビジターセンター入り口ですが、英語とそして韓国語、ここの、まあ、博物館中華ですね、これはThe sculpture is made from 500 kilos of UXO, including cluster bombs, in memory of those who been injured, lost their lives, or loved one from UXO made by local artists. まあ、ですね、500キロ爆弾、まあ、クラスター爆弾が中にクラスターが入ってるんですかね、500キロ爆弾の向こうに、これはもうちょっと小さい爆弾ですかね、まあ、破片中華、不発弾中華ですね、まあ、その金属由来の、このコープもよく見たら、足型とか義足を組み合わせて作ってます。この辺のモニュメントというか道具もですね、基本戦争中の砲弾ですね、でできてます。信管を抜いてあるんですね。1965年から1970年のベトナム戦争ですね。ベトナムは隣の国なんですが、まあ、戦略的に重要だったということで、徹底した爆撃が赤の地域で行われました。ちなみにビエンチャン高校です。いわゆる観光名所で有名なルアンパバン高校ですね。あまり人が行かない、日本人観光客なんか行かないところですけども、ここに今でもたくさんの不発弾が残っているそうです。やっぱりベトナム沿いのラオス、ラオスも共産主義国で、おそらくベトナム戦争中にはベトナムのゲリラがいっぱいいたということなんでしょうね。今ここにはですね、砲弾の破片等で作ったさまざまなモニュメントがあります。そしてこれは車椅子ですね。で、手足を失った、特に足を失った人がたくさんいらっしゃるので、ここは別名義足博物館とも言われています。
おびただしい数の松葉杖、そして義手義足、戦争に参加していなくても不発弾を踏んでですね、義足で生活するようになってしまった子供ですね。クラスター爆弾の子爆弾のようですね。ラオスの首都ビエンチャンにある、義足博物館と言われてますけれども、英語ではですね、ホープビジターセンターという名前がついてます。でここにはクラスター爆弾のイメージを実際実物で作ったモニュメントですね。爆弾の中からたくさんの子爆弾が出てきて、これが不発弾として残るのが、これも非常に大きな問題で、で1975年に爆撃、ベトナム戦争と爆撃が終わった後もですね、ラオスにおびただしい数のこのクラスター爆弾の子爆弾が残って、それがいわゆる対人地雷みたいな、悲惨な結果をもたらしてて、向こうにクラスター爆弾のイメージ、Since the war ended over 40 years ago, bombings have killed or injured more than 20,000 persons, 40% of them children. This continues to be the daily reality of the people of Russia. ここはミュージアムショップですね。T シャツ1万円、700円ぐらいでしょうか。なぜか、義足固めのキティちゃんです。義足っていうか、もう松葉杖ついてますね。片足を失ったキティちゃんです。入場料金はタダだけども寄付は受け付けてるよ、そういう看板です。昼間からビールを飲んでちょっと酔っ払ってしまいました。この後ろにあるですね、よいしょ、食堂はメニューがありません。上の看板を指差しして注文します。というのが、ここ働いてる人がですね、耳の不自由な方らしくて、だから指差し会話みたいなこと、さすがにリハビリテーションセンターの食堂ですね。ご飯と炒め物とビール1本で7万切符ですから500円ぐらいですかね。ちなみにアドバイスを一つするならば、さっきの義手義足博物館は入場無料で、ドネーション寄付だけなんですけども、これ入り口に、私ここ自転車で来たんですが、自転車置き場があるんです。ここは5000切符ですから35円ぐらい、自転車をキッチンで取られますが、どうせ自転車置いとくんなら外側に止めといたらただです。はい、もうここの中に入ると、35円、35円ケチることはないだろうと思いますけども、でも中の施設がただなんでね、一応知識として知っておいてもいいと思います。だから逆に言うと、この駐車場って、駐輪場って誰も使ってないっていうか、なんか関係者のバイクが何台か止まってるっていう、そんな感じですね。私の自転車は手前の見えないところに止まっています。コープっていうのは、英語でなんとか対処するっていう意味ですけどね。だからコープビジターセンター、だからなんとか対処する、いろんな工夫をするためのセンターという、おそらく意味なんじゃないかと思います。もしかすると
義手義足みたいな意味がどっかにあるのかもしれませんが、私は知りません。まあ、一般的に COP コープというと何かにこう対処するっていうの、コープビジターセンター、おそらくそういう意味だろうと思います。保健施設の中にある世界でも極めて珍しい義手義足博物館、ご覧いただきました。ちょっと今缶ビールで酔っ払ってます、すいません。